心はゆるっと、しつけはシャキッと、しつけ大好き山宮寛子です。こんにちは。今日は皆さんと一緒に留め袖の帯二重太鼓をやっていきたいと思います。それでは、いっちゃうよ。ここで皆さんにピンポンパンポーンお知らせです。10月の初めの月曜日、無料のズームの講習があります。これ例によって帯を落とさず回そうのズーム講習。私のズームの講習を1回も受けたことのない方、ぜひ体験してみてください。自信のない方はお試しズームもさせていただいていますから、お試しズームをなさってから当日もちゃんみんなと一緒にやってみきましょう。部活のように楽しい講習です。必ず皆さんが床に置かずに落とさずに帯を巻けるようになるまでみんなで頑張ります。ボディと帯を用意して一緒にやってみましょう。お申し込みはインスタグラムから受け付けていますよ。ぜひご応募ください。待ってるよ。じゃあねー。まず普通に帯は回して、垂れが上、手が下で一結びしています。この結び目はゴロゴロしないようにつるっとなるように結んでいます。振り袖と違うところは、板は前にしか入れていないことです。ここには板は入っていません。そして、柄止まりも体のほぼ真ん中です。帯幅に至っては、だいたい 16.5、17センチ弱ぐらいだと思います。そうですね、16.5。一周目が半幅で、それよりもやや広げていますが、本当にほんの少し1センチ、1.5 といったところなので、ずらして巻かず、ほぼ下を同じ線で巻いています。そして一回きちんと締めるタイプで、今日はやっていきたいと思います。ここがつるんとなっていること、締めた後、その後、手をぐーっと引き締めて、真ん中にこの結び目がきちんとあること。こうしていきます。その後、垂れ元を一回きれいに開いてください。一回きれいに開いて、この上に太鼓の枕が乗るようにしていきます。お太鼓の枕なんですが、今日はあまり高くない、ご年配者向けのような高さの、これはお太鼓の枕です。これを用意しています。そして、まあ全体がだいたい38センチ程度、垂れは8センチぐらいが出る、というような身長157、8センチ。お背も普通の方に向けた形の大きさの二重太鼓でいきたいと思います。こうやって折り上げると、ここは30センチですから、それプラス8センチで38センチぐらいになりますかね。こんなところにちょっと印つけました。印つけたら、今度柄合わせができるといいなと思って、それと同じ柄を探してください。同じところを探します。そしてまあぴったり合わせてしまいますよ。で、帯が垂れの部分、手の部分、まあみんなぴったり垂れとお太鼓部分がぴったりするように探してください。そして柄もそこでちゃんと重なるようにしてもらえばいいわけです。
よく、お太鼓の枕の分ずらさなくていいんですかって言われるんですが、私は意識してずらしたことはありません。ほぼ同じように柄が出てくる、同じ柄が重なるということだけ見て重ねています。この部分、こうしてお太鼓を作っていくわけです。そして枕は絶対に真ん中です。体の真ん中でもありますし、帯の真ん中でもあります。真ん中にこのように置きましょう。そしてしっかり持って、この結び目きれいにしたところにカチッとはめ込みます。門がありますから目安になりますね。門が必ず真ん中です。そして2枚、二重太鼓の2枚きっちり揃えて、そしてこうして下ろした時に二重太鼓の2枚の他にタレの1枚もきちっと布目が整って下に降りるようにして、枕のガーゼの縁を親指で持ち、4指で二重太鼓の向こう側をお背中にフィットさせ、前に送っていきます。このような形にお太鼓がきれいになるようにしていきましょう。中もきれいに落ちているように。そして前に引いた枕はしっかりお背中にフィットさせて締めたら、帯の胴に深く沈めてください。これができたら、2枚が重なっていることをきちんとここで確認しましょう。脇から見て重なっていますか？そしてタレと一緒に同じように布目が正しく落ちていますか？枕は真ん中でしょうか？こんなことをちょっと確認してみてください。この巻きも曲がってたりしませんか？そうしたらこの中、結び目が真ん中にあるということを確認と、垂れ元の余分がきれいに収まっていることを確認しましょう。そうしたら帯揚げ、帯揚げも飾る必要がないですから、真ん中を確認して左右同じように上にもかけ、下にもかけ、前に送っておきましょう。特別帯揚げが短くて困りそうっていうようなことがない限り、もう絶対真ん中にかけるべきです。続けて帯締めを用意してください。2枚きれいに重ねて、だいたい28センチ、そんなところを折り上げます。タレが8センチぐらいあるところと確認して、大きさいいかなって考えて、タレもピタッとしていたら、もうここでクリップで帯の下線に留めてあげてもいいと思います。そしてこの手ですが、お迎えに行ってあげて、お迎えに行って通してあげます。出しても2センチ、全く出なくてもいいですよ。きれいに整えてしまっても構いません。ただ下にはきちんと縁が乗っているようにしてあげてください。そして留めてしまったら、タレを持ち上げて、この部分ですね、この部分にきれいに収めてあげる。帯の上線よりも上にして、きれいに結び目よりも右側に厚さが同じになるようにして収めてください。それができたら、帯締めを真ん中を持って
通していきます。お迎えに行って真ん中まで行ったらお迎えに行ってあげると、右と左が同じ長さに、そしてクリップを外し、タレにテンションをかけて、真ん中に膨らみがあることを確認して、すべて持って、平打ちだったら真ん中でねじれたりしていることもないように確認して、体にフィットさせて、自分の体も使って前に帯締めを送りましょう。帯締めは私はほぼほぼ寿結びをしていくので、いろいろなお考えもあると思うので、まあ必ずしもこれだけでなくてもいいんですが、体のまず真ん中で右と左が同じ長さであることを確認してください。自分がこの時真ん中に立つのが大事です。そして右手に持った上前側を裏を見ながら交差させて、下から上に持ってきます。そして真ん中をしっかり押さえて、輪を作ったところに下から上に倒していきましょう。上前へ回します。真ん中押さえます。真ん中押さえます。回して下から上に抜きます。また押さえてきます。こんな風にして上に結び切るようにして回します。回します。帯揚げも駒結びで、脂肪がきれいに整うように折り目を正しくしていきましょう。こちらも山が上になるようにして、上前側を下前に交差させ、斜めに締めたら上に引き上げます。真ん中でクロスさせて中にしまいます。あまり帯揚げが帯の縁から見えないような程度で、ご年配の方の押し上げは理想的だと思います。このように絞りだったら、絞りがもう全部伸びきってしまうようなことのないように作業したいと思います。そして形付けです。まず横から見て、この2枚がきれいに揃っているようにしましょう。そして帯の縁が全部整って揃っていること、これは大事です。先ほどまるで同じようにして柄合わせをしましたが、ほぼ問題なく柄は合っています。このようにして2枚がきれいに合っていない、ずれているなって思った場合は、折り上げた先を持ち、ずれている方を引いてあげてください。ほんの少しの問題だと思うので、これだと外側の引いてあげるといいわけです。外側を引いてあげて、下を押さえながら引いてあげましょう。そうすると2枚がぴったりくっついてきます。お背中もきれいに内側から2回この形で
背中に沿うようにしましょう。横から見てこんな感じですね。手も横から見て出っ張りがないように整えてあげてください。いかがでしょうか。今更聞けない二重太鼓、こんな風に仕上がりました。どう？簡単でしょ。やってみて。そして最後に末広を刺しますね。末広はこの縁を持って体の真ん中から上前側の帯板の向こう側に刺しましょう。そして真上に向かせず内側に倒します。一般的にこの辺では金が前です。こちら側であってもこの向こう側であってもいいのですが、いろいろなお考え方があると思って先生方によっても違うようです。まあ3センチ程度出るという形ですね。ここを押したりしないで脇で持って刺してあげてください。こんな形に末広は刺してあげましょう。さあいかがでしょう。二重太鼓、すっきりと気持ちよく左右対称に仕上がると美しいと思います。できることなら柄合わせもしてあげたいところですね。こんな風に出来上がりましたよ。みんなもやってみてください。